第29回全国地域リーグ決勝大会は2005年11月25日から12月4日まで熊本県、高知県及び岡山県で開催された全国地域リーグ決勝大会である。13チームが3チームと4チームの4グループに分かれて総当たりの1次ラウンドを戦い、各グループの上位1チームが決勝ラウンドに進出する。 決勝ラウンドは4チーム総当たりによるリーグ戦を戦う。当初は1位2位チームが日本フットボールリーグに自動昇格する予定とされていたが、同年の JFL で愛媛 FC が優勝し、J リーグ参入を決めたことから3位までのチームが自動昇格となった。一時、ラウンド、決勝ラウンドとも、前後半90分で同点の場合は、PK 戦を行う。 完全決着方式により行われ、試合時間内の勝者イコール3点、PK 戦による勝者イコール2点、PK 戦による敗者イコール1点、試合時間内の敗者イコール0点の要領で勝ち点を配分し、勝ち点合計、得失点差、総得点数、当該チーム間の対戦結果の順序により順位を決定する。以上のいずれの方法でも順位が決定しない場合は、 1>, 1位2位を決める場合のみ順位決定戦を行う。下記の区分により選出された13チームによって行われた。2005年度各地域リーグの上位チーム J リーグ仮面を標榜するクラブに対する優遇措置を承認された1チーム FC、琉球 V ホンダルミノッソサヤマフットボールクラブ FC、琉球 V 佐川急便中国支社サッカー部本だるみの蘇佐山、ホンダルミノッソサヤマ。 フットボールクラブ V 佐川急便中国支社サッカー部、ロッソ熊本 V ファジアーノ岡山フットボールクラブロッソ、熊本 V グルージャ森岡ファジアーノ岡山、フットボールクラブ V グルージャ森岡長野、エルザサッカークラブ V ジェフユナイテッド市原、千葉アマチュアノルブリッツ北海道 FC、VTDK サッカー部長野エルザサッカークラブ V、ノルブリッツ北海道 FC ジェフユナイテッド市原、 千葉アマチュア VTDK サッカー部長野、エルザサッカークラブ VTDK サッカー部、ジェフユナイテッド市原、千葉アマチュア V ノルブリッツ北海道 FC 静岡、フットボールクラブ V 南国コーチフットボールクラブ、静岡フットボールクラブ V バンディオンセ、神戸南国コーチフットボールクラブ V バンディオンセ、神戸 FC、琉球 V ロスソクマモトジェフユナイテッド市原、千葉アマチュア V バンディオンセ神戸 FC、 琉球 V ジェフユナイテッド市原千葉アマチュアロスソクマモト V バンディオンセ神戸 FC 琉球 V バンディオンセ神戸ロスソクマモト V ジェフユナイテッド市原千葉アマチュアありがとうございます